あ、ちょ、このあれ、ちょ待って、おい、ふざけんなマジこのギミック本当に。どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、第五人格ついに新ステージが実装されて、こちら黄金の石魂っていうステージなんだけど、サバイバー視点でね、ちょっと初見プレイしていきたいと思います。まあ、初見プレイ言うてもカスタムモードで一応走ってはいるから、まあまあまあ、なんかステージの流れみたいなギミックとかも抑えてはいるんだけど、実際にちょっと戦うのは初めて。でもなんかさ、そのステージがさ、こうやって横長ではないんだよね。横長ではないんだよねっていうのも、あれの話だけども。なんかね、意外に、いや待てよ。いや、そんなこともねえな。別に普通に面積はあるわ。ただステージが、合計3層のステージで、まあ簡単に言うと1階2階ざっくりみたいな。まあここが地上だとしたら地下2階まであるイメージなんだよね。で、下から上に上がってくるには、ハンターは瞬間移動か、はしごとかを使って上がってくるしかなくて、だから、なんだろう、行きたい、暗号機に一直線で向かえないというか、どうしてもポジションによって回り道をしないといけないみたいな感じになってきちゃって、そこがだからね、相当しんどいんじゃないかなと。今も機械人形外れ引きましたけど、こうなっちゃった時になかなかしんどそうな感じするね。で、なんか脳幹視がなんか刺さるのかなとか思って、脳幹視で一応来ては見たものの、だよ、ちょっとまだ分かってない。まあ、そこは許して、あの初見プレイのなんかこのういういしさみたいなのをちょっと出していきたい。おいで、なんやかんやあと2割ぐらいか。で、多分今、技師がチェイスしてると思うから、いいね。もう1台分。ほい。で、まあ、上に、発電機じゃなくて暗号機が多いイメージはあるんだけど、どうなんだろうね、これね。実はハンターでも一回遊んでいて、うん。サバイバーの動画を回してるんだけど、あ、いる。雲がいる。強いんだよな、ポジションが。本当に。強い板がマジいっぱいあんだよ、ほんと。割らないといけないような。割らないと絶対に追いつけないような板が結構あって、いや、俺かーい、俺に来るんかーい。いや、ここも全然戦えますよ、本当に。からの、いいよ、いいよ、いいよ。マジでね、マジでいいポジションいっぱいあるから、本当に。なんか知んないけど、どのポジションも基本的に強いんだよね。あ、ちょ、このあり、ちょ、待って、おい、ふざけんな、マジこのギミック、本当に。よく分かってないんだけど、あの、なんか、糸を吹きかけてくるアリがいて、あの糸に当たると、なんか、待って、これ逆じゃん、最悪、危ねえ、危ねえ。このはしごの向きとかもね、ちゃんと登れる方向と登れない方向ありますから、しっかりやるのが大事。ちょっと待って、殴られ、おい、危ねえ。小賢しい、小賢しくやるよ。え、何した今、落下攻撃当たったのかな今、鬼の。そんな感じするけどな。ちょっとあれいけんのかなと思って遊んでたら、さすがにね、アクションゲームばりにいけるのかなって思ったけど、いけなかった。ここから粘るぜ。いや、本当にね、強い板が多い、マジで。強い板が多いとか、弱い板がないって言った方が楽しいのか、あれだけど、お前が、からの、いいよ。まだある、まだある、まだある、マンチャル、マンチャル、マンチャル。さあ、しっかり加速をかましていく。残り2個、先に行く、ナイス。ナイス。左行っても板あるしな。これ上も、待って、こっち、え、なんで、あ、体力っていう概念あるんだ。左下のムキムキマークがないと登れないんだって。知らなかったな、それ。ね、ついてくるんだよな。ついてくるんだけどな。あ、待って、もう間に合わない。間に合わないけど、板の向こうで。攻めて板の向こうで。おーい、びっくりした。おお、ちょうどいいタイミング。おー、なんやかんや、結構逃げたな。なんやかんや。ねえ、これはもう俺は終わりなんだけど、大丈夫。なんでかっていうと、強い板がいっぱいあるから。ほんと、任してほしい。いや、やっぱ任せないでほしい。やっぱ任せないでほしい。どうする？どっちから来る？いいよ、巧みにね。巧みに加速して、加速入ってるよ。殴りたい、絶対殴りたい。そろそろ殴る、絶対そろそろ殴る。そろそろ絶対な、あ、もう今殴ると思ったんだけど、危ねえ、あ、もう当てに行くよ、当てに、あ、待って、当てに行けない、あ、これ終わった、終わってない、まだ終わってないし、もうこうなったらもう絶対無理。これ、俺、この辺で倒れて、脳幹置いてるから、そこで自分蘇って、上から華麗に出るわ。そこまでプランニングした。はい、というわけでね、こうやって、釣られ、ない。釣られない。はい。そうですか。ちょっと、もうみんな出て。俺の華麗な作戦が、ちょっと待ってよ。これみんな出ちゃったら、俺のこの脳幹意味なくなっちゃうな。あれ？調香師？どうした？あれ？なんか、担がれてる。おい。仕事を増やすな。もう、これ、俺が起き上がらないといけなくなっちゃったじゃないか、俺もう。ちょっと待って。これワンチャンまだやばいよ。これワンチャンやばいって。これワンチャン引き分けあるよ。どうしよう。とりあえず出口が、あ、でも大丈夫かな。さすがに間に合わないかな。ここまで来るの。あのね、おい、邪魔すんな、雲。よいし
降りて、ここのね、ケツ側にね、あ、あそこだ、あそこ。ゲートがあるんですよね。間に合うかなこれ。結構遠いんだよね。一応。間に合う気はしなくもないんだけど。どうだろう、鬼どこにいるか、近くにいるかな。まあ、でも鬼もまだ出たばっかだから、ここまでの行き方がわからない説はあるよ。そんなにストレートに来れる場所じゃないっていうね。入り組んでて、あんた近くにいるって言って、あ、よかった、出れた。はい、今みたいな感じでね、こうやって、なんかいろんなフロアを渡り歩いて、まあちょっとチェイスできるみたいな。で、地獄なのがね、なんかその、吹き飛ばす能力を持ってるサバイバーがいると、ハンターが登った時とか落とせちゃうんだよね、それ探鉱者とかいたら。それマジエグくない、本当に。あと強い弾も多いからね、ちょっとサバイバーがどうしても有利なんじゃないかなって思ってはいるんだけど、どうなんだろうね、そこはね。まあいいや、とりあえずもう一回遊んでいきましょう。どうも、というわけで2回戦遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。黄金の石膏、パート2ということで、今回は調香師でやっていこうかな。まあ、いつも通り。よし。ハンター誰だろうな。びっくりした。殴られたこのバーメイドね。なるほど、なるほど。なるほど。そっち側とこっち側にいるのか。まあ、なるほど言うたけど、暗号機の場所も覚えてないからさ。まあ、あの辺にいるんだなぐらい。いや、違う。これ、地下の可能性もあるのか。下にいる時で撃ってる可能性もあるんだ。ちょっとステージとか暗号機を完全に分かってないと、引き継ぎに行くのすらもちょっとだるいね。このステージってさ、ランクまで出るの？いや、さすがに出さないでしょ。さすがにね。ホワイトサンド精神病院的なさ、感じの立ち位置やろ。こんなん出てもらっても困るよな、こんなとこな。さすがに出ないと思いたいけど。おい、ハスター。ハスターか。あー、ハスターね。あれなんだよね。強い板が多いんだけど、その分、なんか、なんて言うんだろうな。その、視線を切れるようなポジション、高い攻壁みたいなのはないから、確かにハスター結構やりやすい感じするな。触手めちゃくちゃ当てやすそう。そんな感じはする。で、俺誰救助に行く？あ、行ってるね、今。誰だ？空軍か。頑張れ。頑張れよ。いやー、これ救助に行くのもだるそうだな、あれ。いろんなとこジャンプで降りないといけないからな。なんやかんやしてるうちにここで1個目の発電機暗号機が回りますと。最近ちょちょ DVD やってんだよな。だからちょっとなんか、混ざっちゃう。はい、オッケー。あと4個。こっちの辺確かやってたよな、クー君な。飛び降りてたもんな。ちょっと細かい情報を頼りに、ちょっとアプローチをかけていきたい。あ、ここ？ここ？あ、違う。左奥かな？左奥な感じするのやってたの。あ、こっちだって。こっちや。多いんだよな、暗号機がな、これ、ほんとに。なんでこんな多い？相当多いぜ。上に多分4個5個ぐらいあるイメージだな。で、残りが下にある。全部で7個なのかな？このステージも。なんか7個以上ありそうな感じするけどね、体感。いや、ないか。さすがに7個か。あ、盤面とか座らせられちゃう。誰行くこれ救助。俺か？あ、いや、占い師が。待って、でも大丈夫かな？これ。いける？ちゃんと救助いけるか？締め手配ついてるけどな。まあ、でも私が行く言うてたからちょっと任そうかな。おっと。まあ、袋あるからな。袋でちょっと、頑張ってもらって。あー、間に合うかなこれ。さすがに3人通電か4通電もきつそうやな。うわーうわー、 あ、待って、うわ、下の下のやつ見てたらバチっちゃった。申し訳ない、すいませんって言ってる。バーメイド死んじゃうね、これも。占い師も負傷で、次救助行くなら俺か。任してくれ、完璧な救助してやるわ。で、あと3個。あー、まあ、3通電いけ、引き分けかな。引き分けの未来見えるな。とりあえずここさえ開けちゃいたいけど。トロッコ乗りたいな、トロッコ。トロッコ乗るところ見せたい。なんかね、地上から B1 に行けるトロッコがあるんだけど、まあ、正直乗る意味ない。正直乗る意味ない。あるのかなっていうぐらいではある。あ、あれ。だから右のトロッコ乗れるんだよね。まあ、乗ってたらちょっとね、救助に間に合わそうな感じ。おーい！どんな状況？それどんな状況？それ。それどんな状況？本当に。ちょっと、待って。チェイスしたい。こっち来い。俺が今。来ないんかーい。音出したのに。俺が今無傷だから俺が追われたかったんだけど。見てくらもしなかったよ。で、ちなみに、さっき俺がトロッコ乗ってたら、今ハンターと鉢合わせてた。あそこトロッコの通り道だから。ちょっと危なかったね。え、こっち来てない？いや違う、真上だ。真上にいるハンター今みんな。上を通ってなんか吸うみたいな感じ。ほい！誰か見つかっちゃったかな？俺んとここれ、ラス位置だから来てほしいな。でもね、普通に行けそうだね。ステージ覚えたいな。ほんとに。まあ、トロッコは多分乗る意味はないと思うんだけど、どうなんだろう。あ、待って、降りてきたぞ。上からジャンプして。乗る意味はないと思うんだが、なんだろう。なんかトロッコ乗ってハンターにこうね、恐怖の一撃になるのかね、あれね。殴られた時。それの話だいぶ変わってくるけどな。ハンター引けたりするのかもしれないけどね。わかんないけど。永眠町の、車みたいな感じで、車っていうか、なんだっけ、あれ。なんていうんだっけ、
ゴーカートじゃなくて車みたいなやつあれ待って、なんか吹き飛んでる裏話、裏話吹き飛んでる。ちょ待って、待ってくれ、ここの暗号機までタッチしてほしかったな。ここな、これワンチャンあったけどな。ちょっと完璧な救助見せるわ。いきます。どうする、どうする、振らせるのからの救助からの一発受けからの戻る。仕事したわ。これは完全に、これ完全に仕事したけど、オッケー、一発ちょっともらってあげて、こっちの暗号機つけに行こうかな。俺んとこ来る、あ、俺んとこ来るか、マジか。結構いい音鳴ってんだけどな、鳴ってるんだけどな、これちょっとむずいな、そろそろ。あ、待って、あ、え、嘘、最悪だ、向き間違えた。こっち側からじゃなかった、登れるのが。もう間違えたよ、間違えてとか知らなかった、登れる方。うわー、これきちい。ここの、そこの暗号機触ってほしい。どうすればいいんだろう、これ。俺が、でもまだ新品だから、上の方に行く人と、回り込む人で分かれて、救助さえしっかりしてくれたらワンチャンまだ、あ、回り込んでる、回り込んでる。占い師が、いけるか。結構遠いけど、いけるか、これ。周辺されたらきつくないか。あー、これは、あ、終わった。これは無理だ。予想以上に遠いじゃねえかよって。そうなんだ、強い板多いんだよ、マジで。曲がれるとこねえってなっちゃうんだよな、飛び越えないと。早いところね。っていうので本当に強い板が多いんですよ。これも無理やな、負けちゃったよ。まあ いや、まあ初めのね、この初回のわちゃわちゃ感出したいからね、ちょっと別にもうこれ出すんですけど、まあこんな感じのねステージだと。あ、トロッコ乗ってるとこも一緒かったな。まあ いや、なんかそのトロッコ実際乗る価値あるのかとか、なんかいろいろステージのなんかやり方みたいなのが自分の中でまとまったら、それはそれでちょっと動画として起こそうかな。まあ助けに来てこようとしてたんだけど、ちょ、ごめん、完全に負けた気でいたもん。はい、というわけでね、まあ新ステージ黄金の石膏、まあこんな感じでございます。まあ個人的にはね、まあ、面白いかと言われたら、まあちょ、まだ面白さもあんま分かんないぐらいなんだけど、ハンターきついだろうな、これ本当に。ハンターにもよるのかな、どうなんだろう、すごいきつそうな感じしかしないけどね。うん、ランクまではやりたくないぐらいのイメージ。はい、というわけで最後までご視聴くださいまして、どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、 Twitter とかもやってるんでね、ぜひ Twitter の方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。